えっとね、ラスト雑談他人いい人くん、えー、核武装についてね語りたいということで思いの丈を語ってみてくださいこれは、えー、ノーコメントで、えー、どうぞまあとりあえず核武装について言ったら日本が核を使うのは頭が悪いと思うよね使わないのが頭がおかしいのいやまず買うか作るかでもどっちもいいんだけどあそっちね持ってないことはもう頭悪い、うん、ああそういう考え方の人なんですか はい、うんまあまあまあそうなんでね現実その戦後77年か8年か核武装国ってね戦争仕掛けられた事実がないんだよねまずうんで核の傘とか核抑止論って機能するって思ってる思ってない思ってないよねなんでだって核の傘とかつっとるけどアメリカがいつとってなって日本はおるかって言われたら怪しいじゃん まあ、自国にさ、核が飛んでくるリスクを初手ってまで核撃ってくれるわけないよね。うん。まず一にそれで、もう一つね、核抑止論が機能しない理由ってわかるそういう条件があるって。あれでしょ,うょ紙幣。えっとね、いや、それよりもこっち。ロシア、中国、北朝鮮のような、ちょっと頭のネジが飛んだ指導者がいた場合、 あのお前のとこ核撃つからええー、違う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 お前のとこに核撃つよって言って脅してこの人たちそれ通用すると思うないなないでしょないよなつまり相手が頭おかしい場合は通用しないんだよね核抑止論っていうのは、うん、じゃあ核抑止力が発揮されないんであればなぜ核武装しなきゃいけないって訴えるんですかって話に君はえまあでも言うて頭も、うん おかしいい人が大半なわけじゃないじゃゃんまあまず一それだよねうん、うん、一応抑止力が機能する局面もあるあ<と>そのためだけに持つのかとあと最強の武器があって使えるのに使わんのはおかしくないまあもっとかんと、ね、何勝手に縛りプレイしてんだよって話だよねうん で俺はねまあ要するにさっきも言ったんだけど強く豊かにだけあろうとするものは人としておかしいけど弱く貧しくあろうとするものは頭がおかしいという理論で持たないというオプションは俺は変だと思うんだよね今あるものを捨てるという、うん、でもう一つ俺最後にねこれだと思うんだよね最後さ核の打ち合いになった時にさ 核の打ち合いになったときに、残りの一人が、えー、お互いに、あ、じゃあ片方が一人残ってれば勝ちじゃん。国民が一人でも生き残ってれば。うん、まあ極論ね,そのね、あの皆殺しチキンレースに参加できないんだよね。そうよね。持ってないと。だから、ね、参加できないというだけでも落とされるんだよね。うん。<laughs> うん、だからねお前んとこ撃つぞって言ったらじゃあ俺も撃つわっつってあやるのやるのやるの撃つの撃つの撃つのとか言ってねそれ振りでしょみたいな感じで打、えー、ち合いが始まってっていう風になったらねお互いにね消滅,消滅するみたいな <laughs> 状態になるんだけど頭のおかしいでそれをねできなかったらどうなるかって一方的に撃たれるだけか一方的に撃つって脅されて要求飲まされるかのどっちかじゃん。 うん、それって悲しくない悲しいよでねじゃあ「撃たないでください」って言ってお願いしてまたあの撃ってきた時に外れるようにお祈りしてかか意味あるんです一切ないですね。ないっすねうんだからまあなんだろうね生徒ボーイが成立する条件っていうのはねお互いにね同じぐらいの武器を持ってる時なんだよね。 うん、正当防衛が成立しない条件で国際社会で、ね、丸腰で立っているこの日本という国はなんて素晴らしい国なんでしょうかというどう頭がねお花畑どころか考えてないから空っぽないよねまあ一言言うと頭がおかしいんだよね <laughs> うんうんだから例えばなんだろうえー、君が知っててるスポーツって何えないよあじゃあボクシングわかるでしょう、まあ うん、ボクシングでさえー、っと俺平和主義だからパンチ禁止ねって言ってリングに向かうボクサーいたらどう思う <laughs> そりゃ <laughs> ボクシングなのかいやまさにねそうなのよねいやお話し合いで解決しましょうよどちらがチャンピオンにふさわしいかおい議論討論会行っとこいや いやいや国際協調主義ですからお互いに協調し合ってより良き未来志向の、えー、世界を築き上げていきましょうよ。世界チャンピオンというのはうう暴力で解決するものではなく、えー、話し合いによって、えー、チャンピオンを決めていくというこれからの世界の在り方はいかがなものでしょうか,なんかそれをしたいんだったらそれこそ世界を統一して独裁的になって帰ってほしい。 またあそうだよねいわゆるいわゆるねそのなんだろう秩序にはね力がいるんだよね執行力がだから国際裁判所が機能するようになってまたあの国連軍が機能するようになってからならまだわかんのよそれは、うん、要するにそのなんだろう国際世論があっていって、えー、っとそれがその国連軍を動かして我が国の,その何かおかしなことをやってたら執行して正してくるという状況かなら 分からなくないよねうんだけど国際世論がつって文句言われるだけじゃんまあ最悪あれでしょ、まあ、トヨタの車が売れないとか任天堂のスイッチが売れなくなるとかアニメが輸入できなくなるとかそれぐらいでしょまあそんぐらいでしょうねで今ロシアがさ制裁されてるって言ったってあれ攻め込んだからでしょうん攻め込んでウクライナの人を殺しまくってるからでしょそうよねそれに対する是非はね今回一旦置いとくよ まああれね、うん、アメリカがプレッシャーかけすぎたからロシアがテンパってるっていうのもあるんだけどうん、うん、まあそれは一旦置いといてで日本がじゃあ軍隊持って核武装してでそれでなんか制裁食らってて制裁食らうのにもね大義名分がいるわけでうん、うん、例えばさえっ、ー、となんだろう銃を持ってナイフを持ってる人がいるとするじゃん。 で、丸腰の人が銃を買って、ナイフを買って武装して、お前はなんてひどいことしてるんだ、なんて非人道的なゴミみたいなゴミくず野郎だって言い出したらさ、と思う <laughs> ナイフと銃持った状態で。言ってことやばいよね。うん、うん、お前、お前、えー、どの口が言ってんすかみたいな感じになるよね。うん、バカじゃねバじゃねっていう。ちょっとあおか、アダオカ、それちょっとね、うん、動画撮るから YouTube 上げていいみたいな。 <laughs> <laughs> バ,バカだよね。うん、でそういう状況下になるから日本は持つべきじゃない日本は過去に悪いことをやってきたんですよとか言ってね。え,え過去に悪いことをやったろうが何だろうがねまあね弱い状況下でねパンチを打たないボクサーがねリングに上がってぐちゃ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 ,ぐちゃいってね 殴られて脅されて負けてでぐちゃ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 やってんのよもう何言ってんだかわかんねえよ俺はもうずんどこペロンチョかよみたいなねわかるずんどこペロンチョってそれそれあのね世にも奇妙な病世にも奇妙な冒険っていうタモリが司会してた番組で ズンドコベロンチョって流行ってるよねズンドコベロンチョって面白いよねズンドコベロンチョってイけてるよねって言ってみんなが言ってる中自分がズンドコベロンチョ知らなくてで調べても出てこないのよで最後調べて調べて調べてで聞けないわけよなんかあの落語であるでしょあの聞けなくてで知ったかぶりをしてで最後困ってで知らないのがバレて恥をかくって話が。 あんなみたいな感じでこれ話は最後違ってて最後ずんどこべろっちょって何なんだよとか言って終わるのよえっでこれにも奇妙な冒険ってちょっとねそういうホラーな話が入っててね、うん、うんまあそんな感じでこの核物装についてもねこのちょっとホラーなんだよね俺からしたらほう うん、なんかねみんなが申し合わせたようにその言葉の定義をねすり替えて喋ってるように見えててずんどこべチ調みたいな感じに見えててねうん、うん、俺は「平和とは何ぞや」って言われた時に「平和とは何ぞや」「平和とは状態だろ」っていう <laughs>「<laughs> 平和な状態」っていうのは攻め込まれてない状態じゃないので攻め込まれないのにはどうしたらいいかっつったら「 あのとりあえず話し合ってみんなと仲良くしておくまあこれ一つのプランだよねもう一つは強くなってなめられないようにしておくうん、うん、これも一つのプランだよねうんで二つのプランは並列並列可能だよねできるねだとしたら片方だけ採用してうまくいかなくなっている現状がそろそろ来始めているってわかるよねうん だって日本の周囲の国アメリカロシア中国北朝鮮インドもそうインドも入れていいいいよえみんな核武装国だよねうんで核武装国じゃないのってオーストラリアニュージーランドカナダ韓国うんで韓国が核武装を検討し始めてんのよあそうなんだそう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 その状況下で日本だけ核武装をしない としたらどうなるんだろうってんまあだからね俺はね、まあ、正直な話その時になったら俺はね、あのー、中国人の,あの部下になって一生懸命ごまするんでまあ俺はね俺はね中国人とロシア人とね多分相性相当いいから性格は、うん、<laughs> だから一生懸命ごまするんであの人たちが喜ぶようなことをやると思うんでその時は。 まあ、じゃあさっさと裏切りますよ、俺は。じゃあ、俺はその時に K さんに乗っかって、どっか行こうかな。じゃあ、雑用、うん、中国語覚えてますロシア語か、中国語すぐ。うん。一緒に勉強しよう、その時は。一年ぐらい、ね。頑ましょう。一年ぐらいやれば多分なんとかなるから、日常会話。負たことでいいなね。うん。だから、今のうちにちょっと練習しようか、今。えー、挨拶からやっていこう。マイペンライ。マイ,イ,イペンライ、じゃあ、それは違う。え これ何言葉タイじゃなかったっタイだっけあ、じゃちょっと他の言葉で、えー、っと、ケンチャナよ。ケンチャナで韓国だな。あ、韓国じゃあ、あの発生を。あの発生を。うん、まあもう、ちょっとね、ツッコミがいない空間だから、ここは。 うん、ということでまあ、えー、っと核武装について語っていたということでねまあ一番分かりやすいのはやっぱりねその力への意思が発動できないような条件に今日本が置かれてるんだって何,のが何ですかってまあ自分で何とかしようとしないし何とかできないと思い込んでいるという、うん、そこからまず正すべきなんだろうね。うん お前の場合もあれだよね。家から出て、自分で一人で何とかするっていうところから、多分、そのアノミ化が治るのが始まるんだろうね。多分ね。うん、親が抑えつけてるもんね、お前。うん。だから、まあ来年からがね、お前の本当の人生の始まりなんじゃないのかなって、俺は思ってて。 うん、まあ自立することが大事だよねっていうのが結論でじゃあ終わろうと思いますとじゃあおやすみなさい皆さんじゃあ失礼します。